髪の毛を気にする前にやることがあるんじゃないのかい？もうすでになんか始まっちゃってるんだけど、いろいろとね、あんだこんだありまして、あやかの願いを聞き入れて、3人のね、神の目を失った人たちを助けて、あやかがなんか仲間になってくれましたと、そんな感じでございます。どうしていつもここに集合するんだよ。団子のツヤすご。あー、ててーなー、ててーなー。ほら、おててつないで、ほら、おててつないで、ほら。いいぞー、ててーぞー。ほら、お嬢様やっちゃいなよ。お嬢様のさ、お嬢様のブレイクダンス見せてくれ、ブレイクダンス。はい、遊んでないで、長野原ハメベアに行くぜ。これまた天領奉行の奴らか？頭を冷やしてきた方がいいぜ。君は前見えてるのかいそれ。松屋。あ、そのうなじからちょろんと出た毛は、よいみや、君だね。はよこっち来。なんちゅうとこにタトゥー入れとんじゃい。しめ縄反り上がっとるやないかい。恋は滝を登り登って竜になるってね。立体感。偽物がなければ本当に押収されてるところでした。あ、偽物だったんだ。あれ、あんたもそう思うやろ。うちもそう思うで。やっぱ宵宮の何が好きってさ、目にこの赤いアイラインが入ってるでしょ。あとこの胸の花火のタトゥー、腕のこの登り声、ボンキュボンの体。正勝先生が偽の神の目を残してくれたおかげで。正勝先生って人が偽の神の目を作ってくれた人なのかな。まさかり担いだ正勝先生。あんたらと一緒に行動させてくれへんか。お、ええー、よええー、よ。ほんなら海でも行く。助けるでー助けるでー。はい、じゃあ町奉行に行って正勝先生を救出しましょう。海は、海は行かれへんの。わしの手作りビキニや、えぐいで。町奉行ってどこ。おい、トーマ、ほらほら、アジサイ伐採、アジサイ伐採。この橋めっちゃいいよな。なんか京都のさ、渡月橋みたいな。すいません、この赤いお面一つください。君かわいいね。はい、ここが町奉行所だね。ここが町奉行だぞ。ここでなんか拘束されてるんだね、正勝先生は。イエベイエベブルベブルベ、レッツゴー。ペン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 。鬼がおるで。集めろ。よしよし。これはなんかフリーメイソンみたいな。右側の君ちょっと可愛いね。よかったら素顔を見せてくれないか。あ、ちょっと待って、しまって、なんで。おい。うわー、なんかいっぱいいるぞー。で、使いか。よし。この BGM となんかこう相まって、なんかトランスしちゃうね。決まっちゃうね。ブリンブリンよ、ブリンブリン。ほーれ、飛んでいくぞ。いや、いや、これ何。はい、3つのマガタマを集めて。なんだなんだ。あー、なんか怪しい。なんかなんだこれ。遊郭か、遊郭。江戸時代の SM クラブかいこれ。正勝先生みたいだな。正勝先生はプレイ中。お前たち何をしている。お、なんか綺麗な生足が見えたね今。あー、美しい。南半球がすごいぞ。ちょっと、え？このドジッコ、こら。おう。え？正勝先生救出しましょう。生きてる？正勝先生大丈夫かい？重傷を負っている。連れて行って治療してやれ。どんずらだ、どんずら、どんずら。はい、じゃあ木漏れ茶屋に戻って彩香にね、報告しましょう。準備する必要がございます。絶対なんかそのデコルテのあたりさ、桃の香りするでしょ。みんなで一緒に鍋でもどうかな。お、鍋、鍋ですよ、鍋。最近新しい鍋遊びを知ってね。おい、トーマ、鍋は遊ぶものじゃないぞ。何がいいかな。そうだな、俺が入れるのはそうだな、やっぱり。お腹が痛い。腹壊してんじゃねえか、トーマ。あやかは鍋にケーキを入れてたよな。そう、あやかはね、ケーキを入れちゃうんだよね。可愛らしい。お、第2章第1幕、鳴神不動工場落土が完了しました。わー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 、なになに。旅人さん、パイモンさん。なんかあやかも宵宮みたいにさ、あの上着脱いだら背中になんか昇り竜とか入ってたりするのかな。それはそれでめっちゃ燃えるね。少しお願いがあるのですが。おい、なんか
そこに入って深呼吸さして、おい、来たろ。よし、じゃあ離島のバンコク商会に行って高級な生地をゲットしましょう。浪人に奪われてしまったのです。バンコク商会はなんかいっつもひどい目にあってるね。キツネとミコのお姉さんのツーショットすごくね、これ。キツネ面同士さ。はい、じゃあこの足跡を追跡していきます。玉こう、ちょっとわかんないわかんない、何これ。あ、おお、なんか宝出た。なんか宝出た、よくわかんないけど宝出た、ラッキー。コソ泥め。よし、とコソ泥というにはあまりにも強そうじゃないかい、パイモン。ミロだってあの右腕の入れ墨を、わっ、綾香使える。お、すごいすごい、あ、いいダメージ出るね。しかも神里アート、ソメッツ、今すぐ一巻用意します。お、クリス、ナイス。稲妻の着物を試してみたいぞ。パイモンの着物姿は見てみたいね。絶対可愛いでしょ。そんなに小さいサイズはないと思う。冷静なツッコミやめなさい。おい犬、何してるんだそこで。キツネ紳士かもしれません。キツネ紳士？変態紳士？よし、じゃあパンツ一丁でキツネのお面をかぶった変態紳士とやらに会いに行くぜ。私は立っていた。日本語でお願いします。いやいや、でかすぎるやろ範囲が。お、なんか怪しいところある。ん、1147だから1147、これでしょう。おお、本みたいだな。これが紳士の残した官能小説ってことか。いや、洞窟の外ってどこ。ここは洞窟の外ちゃうんかい。ファーツ&ファーツ、洞窟の外が見つかりません。ここ洞窟の外。俺には洞窟の中に見えるんだけど。ちょっと、まあそうだね、官能小説はみんなで読むもんじゃない。おっと、キツネ紳士ではございませんでした。キツネ紳士じゃなかったのか、ちくしょう。私と一緒にお祭りに行ってくれませんか。天金島に行ってお祭りに参加しましょう。こじんまりとした地元のお祭りってめっちゃいいよね。あ、待って、これはすごい、これはレアだぞ。わー、すごい、すごいじゃないか、すごくいいじゃないか。脇のしだれ桜。人間国宝やないかい、こんな。ホタテ、ありがとう。ね、いつもありがとう。お嬢様はどこ行った。お嬢様が行方不明になっちまった。ちょっと。神里家のお嬢様、あ、いたいたいた。月を3分の1この辺りのラインに来させて。うわ、かっけー。ごめん、彩香ちゃん、ごめんなさい。彩香ちゃん、ごめんね。うわー、この BGM よ。どうか見ていてください。旅人さん、パイモンさん、大変お待たせしました。両親が亡くなった後、お兄様と私は、今、満足できましたか。最近新しい鍋遊びをしてね。鍋遊び？ダメだ、お腹が痛い。なんで、おいしい。シャンリンの正体は私のお母様でございます。見ていてください、神様流。私が面倒ごとにあったとき、いつもこう思うのです。なんで、おいしい。メガプリメガプリメガプリ、頭を冷やしてきた方がいいぞ。メガプリメガプリメガプリ、昨今の稲妻ではメガリレーの遂行により人々の願いが踏みにじられています。あ、自己紹介がまだやったな。うちは九条サラ。あんたらと一緒に行動させてくれへんか。もちろんいいぜ。絶対に正勝先生を閉じ込めるで。祭りの開始や。本日はここまでにしましょう。